ともと自分イタリアに長くいたのでイタリアワインを飲むことが多かったんですけど、当時もイタリアにいろんなワイナリー回ったりしながら、なんかこう手作りをしている職人が好きなんですね。その時に日本を回った時に当然最初はよくわかんないなと思ってましたけども、まだやっぱり時間を一緒に過ごしたり、その話を聞くたびに、あ、もうそこはもう同じなんだな。で、それを見た瞬間にやっぱりこう自然と向き合って仕事をしている人たちっていうのは、なんだろう、受け入れることを知っているのできちんと話ができる。それが自分は非常に楽しくて、ハマっていたきっかけだと思います。やはり森本さんたちは美味しいお酒を作るということが一番のメインであるので、それをどう伝えていくか、特に日本人でもそうですけども、外国人が来た時にどうやって伝えるのかっていうところがやっぱり今一番の課題だと思うので、そこをうちなんかはアプリを作ったり、いろんなイベントやったりしながら、伝えるっていうことにフォーカスを置いて、いろいろとやっていこうとは思います。